皆さんはじめまして、鎌田由衣子と申します。雪明かりの道、ステージ本日2回目ですね、歌わせていただきたいと思いますので、美味しいご飯のお供にぜひ BGM 的な感じで聴いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。1曲目聴いてください。夜空と雲と星の色。と言ったんですが、ワンステージ目終わった後、タコザンギとあとシューマイも食べました。すごい、さっきちょっと話聞いたんですけど、シューマイの中に抹茶がなんか入ってるみたいで、で、私この食べ方初めてなんですけど、めんつゆつけて食べると美味しかったです。
私マヨラーなのでマヨネーズがっつり食べたんですけどぜひぜひあの、タコザンギが3個入り500円でシューマイが6個入り500円だそうなのでぜひぜひ食べてみてください。1曲目夜空と雲と星の色という曲をお送りいたしました。この後もピアノでお送りしたいと思います。すいません、あのバックの音ってこれ切れます？はい、なんかちょっと BGM を聴きながら BGM を弾くみたいな感じになってました。では次の曲歌いたいと思います。聴いてください。18
バースデーソングですね、聴いていただきました。小樽、さっきのステージでもちょっとお話ししたんですけど、私の出身が積丹で、高校が小樽なんです。で、小樽の応用高校知ってます？皆さん知ってますか？応用高校っていうところ出身で、小樽に住んでるよっていう方、また聞きます。地元の方いますか？あ、ありがとうございます。あ、いらっしゃいますね。もう2人、あ、3人、あ、5人ぐらいいますね。小樽ってすごく坂が多いので、まあ有名じゃないですか。坂がすごい多くて、で、私は地元がずっと積丹だったので、高校に出てきてからこんなに坂が多いんだって、こう通学しながらいつも思ってて、で、応用高校って山の上にあるんですよ。なので階段も何十段っていう階段を登って、やっとこう学校にたどり着く感じなんですよね。で、こういう冬の日ってすごい大変で、絶対毎年転んで骨折する人が出るんですよ。で、私はまあ大丈夫なんですけど、こう坂を登ってる途中にマンホールがこうあって、その部分だけ雪が溶けてて、みんなそこで一回休憩してまた登り始めてっていう感じで、通勤通学ですね、してました。そんな思い出があります。あ、そして皆さん後ろをご覧ください。うんがっぱくんがまたうんがっぱくん登場しました。さっき最初のステージでも一組目に歌った高橋舞子さん率いるうんがっぱくんと、あ、もう一人、なんか何さん、誰さんでしょう、あれはなんか警察官みたいな何くんですか？正代くん。あ、すごいですね。ちょっと撮影タイムで、私もさっきうんがっぱくんと写真を撮ってもらいまして、歌うと一緒に踊ってくれるのでみんな今ちょっとうんがっぱくんに夢中なので、歌ったら踊ってくれるかなよいしょ、では次の曲歌いたいなと思います。ではでは、うんがっぱくんと正代くんの一緒に次の曲歌いたいと思います。積丹出身ということなので、積丹の歌があります。5分でわかる積丹町、この曲を聴くと積丹がどんな町かっていうのがわかります。聴いてください。積丹ブルーの越え山越え谷を越え、恋しくなる。
ります。シャコタンブルーという曲をお送りいたしました。雪が止んだり降ったり晴れたり曇ったりと、ちょっと今日は天気が安定しないみたいですね。さっきワンステージ目に出演していた高橋舞子さん、雨女ではなく雪女だって言ってたんですよ。ライブやる日、大事な日、必ず吹雪で雪が降ると言っていて、今日吹雪いたら私のせいですと言っていましたが、そんなに吹雪いてないですね。そんな、もう少ししたら春ですが、まだまだ寒いので冬の歌を一曲歌いたいと思います。思い出境界線。今年も
ありがとうございます。